さあ 2P ティアナさんに対するは FC さん、 FC さん C。 さあこのチームより今日 K ダッシュ。さあ対するティアナさん側は先ほどと変わらず本キャラですね。さあ気づけば人も増えてきて、さあ FC さんまずは K ダッシュかすみ。さあ早出しで乗っかっていくのは FC さん。これは飛ばしからジャンプし、ワットも技が燃えてしまう。さあかなりじりじりはしていますが、ティアーナさん側がいい動きをして最後は相打ち。さあティアーナさん側の先方かすみがの起用がいい結果につながって、中堅のいおりを引きずり出した状態。うまい、うっ、ぶっ込んでいく。強い2段目、やはりあの先行流し2段目脅威の判定。ここは後天の隙うまく遠心。さあ遅れを取り戻したと言えるでしょう。中堅戦、さあはい、さあキャプさんお疲れ様でございます。はい、はい、どうも。これはまあキャプさん結構いより使ってたと思うんですけど、はい、動き、よく、なるほど。さあお互いゲージがパンパン。さあユリオリガードでバーキャン後転からツッツキ打っていく。だね、さあ時間が少ないのでぶっ込んでいく。はいはいはい、あっ、うわーマジか。無敵なのかちょっと早かったのか。そうですね、低かったのかなんかよく分かんないですけど、そうですね、とりあえず抜けましたね。残されたゲージたっぷり持ちの今日1枚。そうですね、 C さんは追い詰められても必ずこの状態に、確かにゲージ残ってますね。そうなるのでちょっと油断できない状況ですね。さあ今日は対象適性も自分的には多少あると思うので。あ、なるほど、はい。お、ここは表飛ばして追い返して、うまい、よく見ている。大勝利はあまり減るものではないが、無敵は信頼できる、しっかりしてます。おお、 DD。5ゲージを持って何をするのか。まあ打撃戦では不利だが、あ、これはでかい。なるほど、まずは安定したコンボでダメージを十分に奪い、あうわぁ、おしゃれ、乗っける、おしゃれだなぁ。 FC さん乗ってますね。さあ、ナスオさんですね、スーピー側。はい、さあナスワットスチームで 100杯突破してしまったということで、ああアットマークがついております。アットマークスチームやり込んでるんですね。スチーム結構やっぱみんなやってますね、なんだかんだ。なるほど、はい。この間キャップさん誘ったら、はい、スパロボの配信が忙しいからダメだって言われた。ちょっと理由が違う気がするけど、熱造なんだよな。やってたけどさ、熱造なんだよな。ラグが多いからやめようって言ったのに理由が違うんだけど。おかしいだろ、本当に全然違う。なるほど。さあそしてこの一戦、今のところはナソさんがペースですね。そうですね、しかし画面端ちょっと危ない。
まあ打撃やはり強い、払ってしまうが、まあ、安全圏に逃げて、おお、マジか、すごい、今のはジャンプ C、 多分そうでしょうね、見た目は区別つかないですけど遅かったから C じゃないですかね。キングの打撃はどれもやっぱりなんか判定が強い感じですね。そうですね、しっかりしてますね。当たり負けするのほとんどない気がしますね。わがままな打撃を持つキング、下段手にも多少やはりいけると言われてますね。確かに確かに、あ、浮いている、下段が当たらない、なんかいいですよね、なんか勝負のジャンプ飛ばしとちゃんと低めのジャンプ D とかもあってそうですね、勝負できますね、いい技揃ってますね。ダブル、お、両方消す、ここは見ている、巻き込んで、うわ、帰ってくる、なるほど、乗ってますね FC さんFC さん本当なんかやってやろうっていう感じが漂ってますね。確かにこの十分な4ゲージをどう使うのか。なんすか、なんすか。ああ、はしゃいでる、確かに。ああ、落とせない。苦しいの。苦しいですね、俺は。テリーもね、なんか、結構いい。技いいのは持ってるとこあるんですけど、なんかジャンプ緩いとか座高高いとか邪魔して、あー、なるほど、結構嫌な目に遭わされること多いですね。小足もなんか低くなるのか分かんないし、まあ、相手の早出しをかわせなそうな気がするんですよね。さあ、ガクラが近い、これはちょっと危ない、うわー、早い、あー、割れて、あー、早かった。さあ、ラルフ引っ掛けて中央に、ああ、投げが場所が逆だったか。あ、でも投げを B で入れてるのはラルフキックになる、どっちがいいのか難しいです。確かにタックルが出てしまうと、あー、痛い、これはしっかりヒートまで。さあ、 2P がネッティさん、ネッティさんは、ちょい前に1回か2回出てくれてますね。なるほど、勢いに乗ってる FC3C さんを止めるのは誰なのか。さあ、おっと、はい、合わせて出てきたのは K ダッシュ。表だとちょっと、そうですね、そうですね、開幕がすでにちょっと厳しいですね、守りが怖いところ、やはり球がないので動かしづらいですよね、K ダッシュ自体を。そうですね、あ、見てますね、厳しい対空、防御技もなんか直接防げるのないので、あらかじめ OK になりますからね、はい、あらかじめ OK だと K ダッシュの方が強いからきついですよね。さあ、なかなか抗えない、中止ペースは K ダッシュで、ゲージもないまま中堅のレオナ、うん、お、これは、お、だ、なんか高いが激しいのを食らって、確かに、あれ、裏からだと当たるんですね、はい、確かに初めて知った今、うわ、うん、届かない、短い、この状態だともう V スラ一発ぐらいね食らってもいいやぐらいの感じになるんで、ちょっと苦しいですよね。さあ、技が早い、引っ掛けて、依然ペースを離さない、割れてジャックバイツ、あー、苦しい。さあ、なかなかネッチーさんに順番が回ってこない、対象ハイデルン、ゲージを満タンのまま K ダッシュが進んでくる、
おっと届かない。ちょっと下がられてしまいましたね。マジか。ダメージ重視。いい選択。すごいな。いやこれはまだ残るが。台で拾って。依然苦しい。無敵はない。まあ下しかないので勝てません。確かに、なるほど。FC さん、キャプさん見てるからお見せしたい。お見せしてますね、今のところ、だいぶ。さあ、対するはハピネス教。あ、ナナシがいますね、はい、ネームレスを連れてきてますね。開幕裏ロバ勝負に出てますね。これは確かに飛び越してくぐられてしまう。ギリギリで飛び出すけダッシュ、これは対応しづらい。お前 BA トゥレトゥレが入り、置き攻めは続かないが、あ、巻き込んで、さあペースはハピネス今日ぬ強い展開、早いな。これなんかどっちが強いとかとはまた別にして、うん、別にして FC さん若干ハプネス強苦手っぽいよね。ああなるほど、プレイヤー的に、うん、FC さんよりハプネス強の方が動き早いからな。ああ、うわすごい、当てて陸に降りるまでに殴られる。初期プロがちょっと今仕事に行ってしまったので乱暴だからな。イオリ対ウラロバも結構多分きつい。ゲージを使ってでも倒したいが、使う場面がなかなか。 BA トゥレトゥレ、まあ BA から下ため上は入れとくなので当たってりゃ出る。うちの投手が後ろでベガ立ちで見つめてますからね。次順番なんですかね。あ、次出る。いいのが入るが、ドコキャンの調皮を見せてしまう。九死一生。さあ、永久、え、いや永久は、あれは少しずつ離れていくから、禁止のはずなので、ギリギリ永久ではない。はい、初期さんに怒られてしまいます。なるほど。俺以外の永久は禁止。確かに。あー、とどめ、とどめを刺したい。あっ、あっ、当たる。5ゲージ残ってるので、ハプレス今まるでゲージを貯めるように流進客はじはじのやつだけど、何がたまらない。まだあると。さっきのオ、OK、ケはフェイントが、さあ弱音に落として、端持ってきたは FC さん、 C さんだが脱出、しゃがめ、だがだがだが、当たる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 、まあ、早出し、ゲージを払ってでも脱出。いいですね、やっぱ FC さん大将までずっとゲージ貯めて、うん、ものすごい勢いで使いますからね。さ、う、さすがケラッシュの壊しやつ、使い、ただないかかって、あー、いいの下し、下しが遅い、威力は高いが発生が遅い、思って今日の繊細なところが。うん、Kダッシュは本当何気ないジャンプでも落としづらい。あー間に合ってない、しない、いやするんだけどちょっと難しいんだけど、ジャックして、うーん星3秒、あー勝負にっけー、にっこりハピネス今日。さあ同じ、次座るのはシカチさん、同じ、確か同じ釜のお飯、ハピネス教が引っ越しをする前よく、うん、あやってたような、元地元シカチさん。シカチさんね、最近なんか金曜のカーニバルとかで対戦したりするので、はい、お疲れ様です。カチさんはやはり硬いのが売りですかね。そうですね、ほんと硬いですよね。はい、ムンスラで落とし落として、投げが早い、あっ、いいのが入る、
ゲージは使わないがダメージは十分落として、まだまだよく相手を見ている。さあ暴れ潰しが入る。さあ行く、最後の一発は早い。ジャンプ C からのフルコをもらいながらもハイデルが立っている。確かにかなり粘ってますね、はい、あ溜めてる状態でのジャンプは許さない。投げて、これが超低め。なんか昔デルンシンとかやつがこれが詐欺飛びなんだよとか言ってニヤニヤしてましたね。許せないですね。ジャンプ CD かぶって、まだ粘る。払ったからには最後愛知でもいいから欲しいか。足場足場、いやー痛い、通ってしまう。最後の一発は小足が強い。小足立てみ同時に出して取れるかすらちょっと怪しいところですね。取れる、そこは取れる。投げ抜けの後は、あーなるほど、なんか早すぎてそう無敵で好かりそうな気もしたんですけど取れるんですね。さあ弟子に当てみなすんかと言って、うん、あーなるほど、ギャラリーもなかなか面白い感じだが、むこれは決まれば終わってしまうな。職人、職人だ、職人だった、さすがですね。ここでスワルは郷投手、投手が来ましたね。これヤマザキングネームレス、順番のほどは1番山崎、どんな試合になるんだろう。確かにこれなかなか、はい、難しそうだな。手使いは打ちやすそうですけど、そうですね、ガーキャン前提ない状態で座高も高い。ダッシュ前提から投げを仕掛けるものの遠く、ちょっと時間が間に合ってない。確かこの中段ヘビを打つ状況に行くのがちょっとハイデルに対するは難しそうですね。ハイデルの方が振りやすい技が揃ってるので、そうですね、んちょっと遠い。あ今のすごいコンボになりそうでしたね。確かに当たればヘビヘビヘビになりそうでした、はい、やはりターンが回ってこないが、確かに苦しそうだ。さあ弾速の変化もあり倍返しはかけづらい。ここで吸い取って、なかなか入りだそうですね、郷さんが。そうですね、まあハイデルなんかやっぱ入らし本当強いんで、はい、山崎は勇気を持ってしゃがむなんかも必要でしょうね。小足が小さいので、そこは優れてるの で、ね、失敗したら痛いんですが、一番のハイデルということで目をつぶるしかないかも。なるほど、確かに。さあここも大将はキングを据えていますね。なるほど、2番ネームです。手抜け、あ場所が変わってしまう。あ絶対ネームレス、あ潮流こっちは負けていない、なりふり構っていられない。これが返されてしまう。ハイデルもちょっと待つとリバハイ B とかに逃げてって、それに対する物販しもそれなりにできますからね。そうですね、確かに。さあダメージ奪い合い見ている。うガードガキャン、当たってから当たる。さあ徹底的に分析をしている。おっすごい、ここで使わせる。これはちょっと流れが、そうですね、ああくぐって、まだ冷静、本気だ、もう意地でもすぐ決めたい。ここは郷さん側、ああまあ一発が欲しいが、これはでかいな。ここでベノムとジャンプが同時、硬い。おお、ここで殴る、ついにシカチデルン落ちる。中堅はジョン、大将にレオナですかね。あ早い、
着地を投げられて溜めている。下ため上3人みんな下ため上。あ、ゴー投手があれと言っている。あーそのまま投げられてしまう。終わってしまいました。草薙の鬼のほにゃららとかいうのはなくなったのか。確かに今日はヤグオさん鬼さんがいないのか。鬼さんがいないからその必要がないのかな。なるほどなるほど。見据えている敵がいる。勝ちたいと。なるほど。あ、しかし四勝さんが本キャラを使ってくれたことに感謝している。確かに気概がいいですね、すごく。確かに確かに。順番は初手ジョン。ここは脱出したく。リバすげー頑張って走りましたね今はい、脱出を選択。ガグラがすごく高い。愛知 OK。 滑って、あの後の選択肢が本当ジョン豊富なところですね。そうですね。スライディング当てでもう一回滑るなんてのもありますね。ありますね。後転読み動画本当いろいろ。あー天部ガードしてしまったのはちょっと残念なところですが、食らわないだけいいでしょう。勝って一発でかい。ゲージこそないものの、あおーなるほど。アインか。ここは読み勝っていく。ヤグオあれは知ってるんだと言って、先ほどから大活躍のデルンは2番に。空中でないだけマシ。バックセブン当たる。あ、ミスブラックアウトだから減枠されてしまう。いや痛い。高い。あ、高い。ジャクで打ったのかな。うん、多分もしかしたら。あーすごい当たり方した。あーもうなんか流れが、あの後も怖いからちょっと手が出せないか、はい、そうですね。この体力の毛ダッシュ前ビームもあるし昇竜も出すかもしれない。台を中ジャンに合わせる。相手の中ジャンを迎え撃とうとした、まあ、毛ダッシュの多分飛びだったんでしょうが、ここは球を合わせる。下がって、あっ前提待っている。スパキャンはしない。人によって相当分かれるポイントでしょうか。そうですね。俺は使ってたかな。ああリハですね。ギリギリ死んでたかな。ちょい残りですかね。あ残り点滅してなかったので、はい、落としていく。これはちょっと、あ霞がもヒヤッとしたところでしょう。強引に投げて勝つが C 重ねられたら死んでましたからね。投げれなくて。あ本人は至ってポーカーフェイス、全然ヒヤッとしてないよと言ってました。あ乗って、これはいい当たり方。この試合を考えてたとしたら確かにゲージ温存はありなのかな。この試合なんか面倒くさいと言ってますね。そうですね、確かに。あ裏向いた。ああ悪いのが出てきた。悪いののせいでもしかしたらあるよこれは。転ばして置き攻めでいいのに。まあそんな厳しい置き攻めにならないけど。お前置いてますね。あの演技もなかなかの技ですよね。そうですね、いいですね。これはもしかしたらしかしさんぶっ込むかもしれない、うん、確かに。ぶっ込んだ。始まった。聖戦が始まる。ここで先行流しのダメージ 3,4 段分が足りなくて負けるとかいう結果になったらやばいと思うんですよね。そうですね。なかなか。あちょっとレオナだとジャンプ B あたりかな。上向いてないと届かないかも。高い。早い。まあそれはコパンが当たったか。はい、レオナ前に出るんで。なるほどなるほど。ガーキャンぶっ飛ばじゃなくて前転でしたね。はい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 。ガーキャンミスによりヤグオ勝利、はい、さあヤグオに対するはとんかつさん。ついに座り出した。さあもう残りはあとわずかでしょう。
他に強い人がいっぱい入ってくるとあとは俺とお客さんと、はい、あとささですよね、なんか、はい、3人 それを倒すのを心待ちにしているヤルゴサなんですけどいないとつ、まあ、次もしどっちが勝った私が座ってしまうことになる。なるほど。あー草薙だ、草薙、あー近い、飛びから入って、あーあーあーこれは痛い、画面味、おマジか、怪しいが第4に飽き、バイスの壊し小さい、追撃が出てない、ジャンプ A とかのミスかな、怪しいですけど、おお隙が少ない、うわ合わせてくる、バーキルさん来たキルさん仕込みやすいコマンドではあるんですよね、実際なんかレバーガードから上に向けてレバー入れると上りジャンプで仕込んで下 A だけ出るんで、なるほど、まあ、確かにとりあえず仕込んどいてっていうのは、はい、いいですね、で飛んでないと合わせて B か D にすれば出ませんので、なるほど、あっおだが投げ逆卓の打撃に勝ったか、ターンを渡さない、バイスをオンビに倒したいが追ってくる、あ急に展開が速くなりましたね、はい、野獣のようなバイス、あっ届かない、あギリギリ手前、追加出してたらといったところでしょうか、タラレバですが大タックルが届いたかもしれませんね、Qダッシュキラー、まあそこそこやはりこなすであろう北斎、スカリに刺す技充実してる、あっお止めた、怪しいの踏んだか、あ近い、これが触れるとダイナメージなのでうかつに動けない、おおマジか、抑えてここは打っていく、うっ危ない、あ体力が実施始めたのはヤグオ、うっんーちょっと早くて A で落とすのが精一杯、でかい、うん K ダッシュのたまらないところが出ましたね、あのフォローからそのまま大ダメージ出るのが強い、確かにそこすごいですよね、まだ追撃が入る、しかしこの逆境に強いマチは CD 確定して2発が当たらない、さあ耐える、あこのフォローはどうなる、2ゲージを払ってまでか、あ美味しい、追ってくる、いやえぐいな今の、あでも K ダッシュがでも発動したとしてもそんな無理に逃げることはないんですよね、トンカツさんしっかりガードしてますね、あなるほど、そんななんか無茶な中断とかダメージむしろ下がってるので、うまい、前転借りして、おおレンガではないもののあれは返しにくいですね、生地工程などをして今の追っかけを食らってたら相当まずは、あそうですね、まあ、チキッ美味しい状態になった、見ている、さあ勝負、ガキョン前転合わせて見ている、あーどうし、あやっちまった、決着になりましたね、なるほど、名前の準備までしっかりこなして初期プロが出かける、ここはやはりくしくも同じ構えだ、今日はどのような試合展開になるのか、 K ダッシュドキャラ、まあ、よくやってきたでしょう、最近は多分初期さんと一番一緒にいる可能性があると言っても過言ではない、抜けてヒヤッとする、あっ後ろ取って、なんか暗に振りたくなるような場所での前転、いいですね、あーちょっと緊張気味か、ダメージを取り合ってまた離れて、あ本命を刺すのはどっちか、
お互いにアインの打ち合いも強い。あ、だって初期さんが取り出し始めている。あの重ねアインブラックはとても強い。ヒットしても追撃できるし、ガードされても攻めが続く。うん、迎撃強い。なんとか時間はあるが迎撃強い、迎撃強い。リードを許してしまう。ヤグを落とせない。先行先行すごい、先行先行先行。ハクさん、ここは決める。わがままな必殺技の数々。 K ダッシュが倒れて同キャラに。ゲージは払ったが流れが変わったか。あっ、ここは走りたい。確かに、さあうまく仕込んでいる。コッパンに駒投げ、さらに駒投げ、どうする。あー怖い。ああして、素直にガーフに来られるといかに硬い初期さんでも。おっと、ここで平静を取り戻せるか。ここは釣りに来るような先行。まっ、ちょっと自信がなかったが小判で止めてしまう。先行重ね当て、あっ、ヒヤリとするジャンプに転がって難を逃れる。白山が早めに出ていて、あいち先に大将引きずり出されたのが、ここは初期差になってしまう。前方で取られたリードは嘘のように取り返す。しかし集権大将先にコンボを決めたのは初期プロ。ここは白山をしっかり見切って親しいで引っかいて、ゲージ差厳しいがまだまだわからない。4ないのですぐには死なないが、まあでも貯めればすぐ4といったところ。前さして、ゲージはないので、あー、ここでクダクかって、しかし、ヤゴが4、初期側2、面白くなってきた。あー、怖い。ガード、ネームレスとやるのは嫌だが、見てる分には面白いですね。あ、追ってくる。あー、小足を無理に決めて勝ったのはヤグオ。コンボもしっかり、お目当ての相手を引きずり出す。お疲れ様です。はいはい、お目当ての相手を気迫で引きずり出したヤグオ。矢口さんなんか良かったな。気迫入ったプレーでしたね。気迫のこもったプレー。順番まだ続いて同キャラ、続いて同キャラ戦。なるほど、サネさんもなかなか珍しいですね。はい、サネさんもやっぱエンターテイナーなのでここの後半戦はそうですよね、遊べないと踏んだからバラエティ番組はなしで。なるほど、さあ先行取っていくのはヤグオ。落ち着いた運びでリードを奪っている。さて、アイチ乗って、ここでガーキャン前提に重ねるは壊しい。さあ佐賀にも流れが一瞬来ましたが、ここで流れを渡さないヤグオ。硬い、怪しか、あの場所だとちょっと怪しいですね。何出してもダメかな、ちょっと分かんない感じですね。遅い D が勝つ気もするんですが、まあちょっと終わってしまったので。なるほど、
このリードを生かしたいが、先ほどはこれと逆のような展開になってましたが、うわすらマジか今の。あっ、ここもちょっと自信がなかったか。なんか霞釣りが強いからちょっと自信なくさせるとこありますよ ね、 っさっきの初期さんも。そうですね、一瞬迷いが生じるんですよね。自信をなくさせる、それも霞の強さ。あっ、けど小さい。なかなか粘った試合展開。そうですね、お互い決定打のないいい攻防が続いてますね、はい、渡さない。佐川もここは欲しい。あ、今のいいですね、あのぶっ放しポイントに、はい、確かに。あっ、もう一手先だがちょっとジャンプを間違えたか。やりすぎたが、まあ残る、まあ残る。これもでももうどう転ぶかっていうのは本当に、ね、一撃ですぐあ、早出しなので投げられて、あ、発動する。あ、しかしよくこうパンで割り込んできた。確かに。あ、すごい、すごいすごい取り合いだ、ダメージの点の取り合いだ。あ、すごい、これが、ああ点の取り合いだ、すごいな。相手の攻めにガシガシ割り込みを狙っていく。ガシガシスティール狙え、ミスったら知らないわ。おかげで流れが来た、取り合ってお互い傷ついてますからね。そうですね、相当傷ついてますね。あっ、まあ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 、なるほど。これは佐川おいしい、ゲージを貯めて勝って大将戦に臨む。これももう分かんないカードですね。ゲージ体力とともにそれなりに面白い状況。危ない、ああ、緊張か、緊張のせいか。ああ、すごい、前を4段目にしてしまったヤグオのその後は前飛んで強きすぎる。ガードな、ガード投げて、うわ、すごい、コパンからコンボが入ったが、でがヤグオもゲージはできている、頼りないがゲージはできている。うわー、怖いな。うそ、うそでしょ今の矢口のがっかりした顔すごかったわすごいな。はい、ラストです、ね、今日はラスト。カットされてる部分でボロクソにケデさんに言われましたけど、人の強さがコンボを見せ出したんやと。なるほど、どうや、まあ、確かにプレッシャーはありますからね、人のプレッシャー。あ、キャプさんが、あれ、サネさんもセスつけろ使ってなかったっけケデさん多分さっきの試合で興奮して油断したね。いつもだったら後出しにしてどうなってもいい試合にするのに。確かに、元祖ソムリエなのにソムリエできなかった。ついにニヤニヤしてパッパッパッと決めちゃった。なるほど、さあその起用がこのガチキャラどうなるか。まあ、普段、まあ、サネさん自身もセスを使ってますが、使われるのはきつい。なるほど、うまいな、確かに。さあ、非常にお互い流れるようないい動き、抜けて、うわ、うわ、展開が早い。今サヌイさん嘘つきましたね、知ってた動きしましたね今実はあれ、それなりに知ってると。キャップも、いや、食らった瞬間に、ああそれと。さあ、私が諦めた草薙。なるほど、あ、もう終わったんですか。もう終わりました、ね、あ、なるほど、このキャラ弱え結論が。あ、しかし勝ってるな草薙。
キャップが強い。確かにキャップなだけだった。強いよな。キャップが強すぎて勘違いしちゃうからさ、夢見させるようなことすんのやめてほしいんだよ。踊らされたわけですよ。なるほど。キャップに相談なんかしちゃったりして、おめえが強いだけじゃねえかって。キャップの素晴らしい連携、これは使うでしょう。ダメージアップして連携を組んでいく。キャップさん本当なんかフォローの範囲が広いのか何なのか分かんないですけど、読みづらいですね、非常に。動きがどこをどう意識配分回してるのか。おそらく私一個だけ分かってることは、はい、キャップの意識配分の中でかなり D 投げには意識がいってるんじゃないかなと思います、ね、ああなるほどなるほど。最近特に、はいはいはい、 D 投げからのいいタイミングで多分やってやろうとは絶対思ってない。なるほど、どっかでやってやろうと。そういうキャップもエンターテイナーですからね。お危ない、ここはガードしている。ガーキャン前転、やはりキャップさんにガーキャン前転を使わせるほどのこのキャラ。しかし人のプレッシャー、はい、残り体力がわずかなのはサヌイ側。うわっ鋭い。しかしこののらりくらりやられるとネームレスもなかなか。うまい。もう時間的に10秒だったから、あそこでもう逃がしたら多分そうですね、追っつけないから。いいですね、今の昇竜届かない位置、きっとっさに判断しましたね。あれやつさんが、はい、あれを決めると今のはうまいって反対側まで褒めに来てくれるんですよ。やつさんの得意技だから、お前もなかなかやるなと。なるほど、お墨付きの KJ さんも。うお、すごい、はい、褒められましたね。しかしもう逃げる時止まるぞ。そうですね、これはちょっとまだわからないか。さあキャプさんはまだじりじり距離を取って、危ない。いやー、絶妙なタイミングでのしゃがみ壊しからのコンボ。 D 投げはまだ使わない。投げようとしたら死ぬかもしれないし。あ、モロ刃の剣なんだあれ。なるほど、だからまあ強引なですよね。強引が通ればよくわかんないけど。はい、じゃあまあ今日はこのまま締めたいと思います。第233回 KF ゼロに向こう戦、これで終わりたいと思います。皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございます。